午後1時過ぎ、川勝知事の姿は山梨県甲府市にありました。もともと山梨県で行われる中央日本4県サミットに出席する予定でしたが、それに先立ち急遽リニア中央新幹線山梨県駅の建設予定地を非公開で視察しました。甲府市の南側に位置するこちらの田園地帯に山梨県駅が作られる予定です。現在まだ手はつけられておらず、あたりには田んぼや畑が広がっています。山梨県駅の建設が予定されているのは甲府市南部にある大津町。中央自動車道が近くを通り、スマートインターの整備が予定されています。遠出とかしやすくなっていいかなと思います。関西とかあっちの方面に出やすくなるのが一番いいかな。今東京出て新幹線っていうのが結構多いので、それが直通になるとすごい楽かなって思います。なるべく早く開通するといいかなというふうに思ってます。東京にたまに行くことはあるんで、やっぱ特急だと1時間半ぐらいかかると思うんですけど、それがリニアだと十何分ぐらいで着くんですよね、品は。もう早く開通してもらいたいなっていうのが率直な感想です。川勝知事は近くにある建物3階から建設予定地を眺め、 JR 東海の担当者から説明を受けたということです。視察後、取材に応じた川勝知事は、今日はですね、リニア中央新幹線建設促進規制同盟会の副会長としてこちらに参っております。駅は4年ぐらいでできると、そして6キロの延伸ですね、これ合わせるとですね、2027年が目途になっていて、それまでにはほぼ確実にできるというご説明を受け、そしてまた現場を見てですね、かなり JR 東海の管理地も負担がかかったりして、電波とのところにですね、うまくいってるなと。工事が順調に進んでいるとの認識を示しました。しかし持論である部分開業について記者に問われると、知事がかねてから主張されている、部分開業の考え方、それと27年の開業の考え方は今回の視察によって何かこう、変化とか影響を与えるようなものがありましたか。実はもうリニアは今の時代に合わないと、分散自立型のですね、ネットワークである時代に入っているので、いらないという意見が非常に強いわけですね。本当に今必要なのかと。ですからそういう危機感がですね、新しい生活様式というものが今リニアについての再興を迫っているという危機感がですね、昨日の JR 東海の金子さんにはですね、使命感はすごいんですよ、作っていかなくちゃならないんだと、名古屋までが開業だと、それを全線開通のごとくに言ってられますけど、それ自体が部分開業であり、かつですね、その大阪まで行くための、暫定開業なわけですね。従来のビジネスモデルとは違うものを考える時期だと、私はそういう危機感を持って、同時にですね、規制同盟会の副会長として使命感を持って今こういう調査や研究にあえて時間を取ってきていると、こういうことであります。